こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022 UEFA チャンピオンズリーグベスト16、パリ・サンジェルマン対レアル・マドリードの試合前徹底プレビューを行っていきたいなと思います。ベスト16、まあすでに揃っておりまして、すべてのマッチが、まあ、非常に注目カードと、言われているんですけれども、その中でも、このパリ・サンジェルマン、レアル・マドリードという、大きなクラブ同士の戦いがベスト16で、行われることになりました。日本時間2月16日水曜日の午前4時45分キックオフの、パリ・サンジェルマンのホームパルク・デ・フランスで試合は行われるんですけれども、まず僕がね、まあ、予想するスタメンと、まあ、どういう感じで試合がいくんじゃないかな、流れていくんじゃないかなっていうのを、まあ、予想しながらね、ちょっとお話しさせていただく形になるので、まあ、皆さんが想像するスタメンだったりとかね、まあ、当然あると思うんですけれども、今回はちょっとまあ僕が予想するスタメンという形なので、ぜひねこのまま引き続き聞いていただけると、嬉しいんですけれども、ではまずホームのパリ・サンジェルマンは、まあ、ポチェッティーノがね現在率いております。多分形は 4-3-3 で来ると思います。でゴールキーパーなんですけれども、ケイラル・ナバスか、ジャンルイジ・ドンナルーマ、基本的にどちらかに、なることは間違いないんですけれども、今大会、このベスト16で対戦相手がレアル・マドリードということなので、レアル・マドリードの選手、在籍している選手の特徴も知っているし、経験豊富ということで、僕はナバスで来るんじゃないかなと思ってます。まあ、もちろんドンナルンマね、ユーロのタイトルを持っている、まあ、素晴らしいゴールキーパーなので、まあ、彼で来る、可能性はあるんですけれども、多分僕はナバスではないかなと思います。で、右サイドバックはですね、アクラフ・ハキム、まあ、インテルから今シーズン来まして、もともとレアル・マドリードで、プレーしていた選手でもあるし、まあ、非常に攻撃に特徴を持った選手なんですけれども、まあ、彼が右サイドバックで、センターバックは多分マルキーニョスとキンペンベで来ると思います。あのセルヒオ・ラモスがね、レアル・マドリードと対戦する機会がね、こんなに早く来るとは正直思っていませんでしたけれども、今シーズン、まあ、セルヒオ・ラモスは移籍してきたばかりだし、まあ、パフォーマンスも徐々に上がってはきてるとは思うんですけれども、まだ怪我明けで、まあ、そこまで大きな時間、経ってないし、徐々にって感じだと思うんで、まあ、出るとしたらセカンドレグじゃないかなと。サンチャゴ・ベルナベウで試合するときに、まあ、セルヒオ・ラモスは、まあ、凱旋するんじゃないかなと思ってるんで、まあ、今回はマルキーニョスとキンペンベじゃないかなと僕は思ってます。で左サイドバックは多分基本的にはヌーノメンデスが、行くと思うし、彼じゃなければベルナトだけど、ベルナトの状態だったりとか今のその情報っていうのがあまり知らないので、多分基本はヌーノで来るんじゃないかなと思います。非常にね、若手の左サイドバックの選手なんですけど、まあ、タレント性だったりとか、まあ、能力っていうのも非常に高いね、攻撃力もあるようなサイドバックなんですけれども、まあ、彼が来るんじゃないかなと。でね、一番わからないのが中盤なんですよ。多分ですけど、パレデス、ベラッティ、ゲイエが多分ベストだと思うんですね、パリだと。でただ、まあ、パレデスとベラッティはまあ考え、まあ、一応出して、まあ、ゲイエはアフリカネーションズカップの帰りっていうこともあるので、まあ、コンディション的にもどうかなということで後半から出てくる可能性もあると思うんですよ。なので、ゲイエではなくワイナルドゥムで来る可能性もあるかなと。まあ、ワイナルドゥムが出ても全然いいですしね、まあ、僕はワイナルドゥム非常に好きな選手なんで、どちらかといえば出してほしいかなと思うんですけれども、まあ、でも、まあ、多分この、まあ、ワイナルドゥムを含めた、まあ、この4人で多分回していくのかなと。まあ、エレーラだったりとか、あのダニーロ・ペレーラとかね、まあ、いますけれども、まあ、エレーラはもしかしたら起用されるかもしれないけど、ダニーロ・ペレーラは正直ね、
そのレアルマドリードが、まあ、やってくる形だと、まあ、多少ボールを持つ時間も増えるんでいいとは思うんですけど、やっぱこうどしっと構えてこうカバーエリアがあまり広いようなタイプの選手ではないので、僕は多分ちょっとこう出たとしても後半じゃないかなと思うんで、彼は多分起用はないと思ってます。で3トップが、多分ねネイマールが怪我明けで復帰したばっかりっていうことで多分起用されない、なので多分メッシ、右メッシ、左ディマリア、トップエンバペではないかなと思ってます。まあ、メッシが、まあ、例えばトップ起用なら左エンバペで右ディマリアっていうのもありですけど、まあ、多分この3トップは結構流動的にポジション変えながら攻撃してくると思うんで、まあ、パリ・サンジェルマンの試合を見てるわけではないんですけれども、まあ、この3人だったら流動的に行いながら、まあ、ポジションを変えながら攻撃できるだろう、まあ、今までやってきてるその、まあ、プレーだったりとかで、まあ、そういう印象がつくんですけども、まあ、予想がつくんですけど、まあこのね、まあ、11だと僕は思います。で対するレアルマドリードは、まあ、レアルはね結構予想しやすくって、多分ゴールキーパークルトは、ね、右サイドバックが、まあ、ベースはカルバハルで、まあ、コンディションが整ってなければバスケスで、センターバックはミリトンとアラバのコンビで、まあ、間違いなくって、左サイドバックは多分まあメンディで、3センターはまあもうね、もう定番中の定番ですけど、モドリッチ、カゼミロ、クロースの、3センター で左はビニシウス で右がねちょっと、うん、どうかな、まあ、多分アセンシオかなとは思うんですけど、まあでもビッグマッチにね、強い選手だし、アセンシオ起用される可能性は非常に高いなとは思ってるんですけど、もしかしたらロドリゴかもしれない。まあ、多分アセンシオだと思うんですけど、僕はアセンシオと予想してます。でトップなんですけど、まあ、軸は必ずベンゼマなんで、ただコンディションの部分とかでどうかっていう部分なんですよ。確か前節というかこの試合の前にビジャレアル戦があって、フルでは僕見れてないんですけれども、ヨビッチだったりベイルだったりが使われてたんですね。で、まあ、彼らを起用すると、まあまあ、ヨビッチもどちらかといえばワントップで、ポストプレーだったりとかワントップで仕事するようなタイプの選手ではない、どちらかというとこうセカンドトップ、まあ、軸のいるフォワードの周りでボールを受けたりとか、まあ、動き出しを出したりとか、まあ、背後だったりとかをするようなタイプの選手なので、まあワントップでの起用はないと思うし、まあ、パリ相手に呼びっていうのは、まあ、正直ちょっとこう怖いので、多分まあベンゼマかなという予想を立てております。ではね、まあ、各チームの、まあ、その課題というかね、まあ、こういう部分がまあ注目点なんじゃないかなっていうところをお話しすると、まずパリなんですけれども、まずレアルマドリードの構えてくる守備をどれだけ崩せるかっていうところだと思います。メッシ、まあ、エンバペ、まあ、ディマリア、まあ、当然この能力も持ってます。でここにベラッティが絡んできたりとか、まあ、右では幅を取るハキミがいるとか、まあ、そういうね、まあ、もちろんタレントはしっかりと揃ってますと。ただその、まあ、僕はねそのワンシーンしか見てないんで、もしかしたらリーグ戦ではもっとねちゃんと流動的に行われてるのかもしれないけれども、こうメッシがボールを持った時にこう周りの動き出しがなかったりとか、周りがポツンと立ってるだけみたいな、いう状態のシーンを僕ちょっと目撃してしまって、もしそれが本当なのであれば多分崩しきれないと思うんですよ、レアルマドリードのブロックを。多分ある程度押し込むことはできたとしても、そこでカウンター食らってビニシウスに持ち運ばれる、でプラスビニシウスは左なのでハキミの裏を使われるとかいう可能性がまあ非常に高いので、まあ、パリとしてはまあ守備の連動の部分と、まあ、攻撃の部分でのまあ、ちゃんとデザインされた形の中でちゃんと味方同士の動き、スペースを使う動き、スペースを空けて違う選手に使わせる、幅を取る、打ちを取る、まあ、基本中の基本ですけれども、まあ、ヨーロッパのトップオブトップ、それこそポジショナルプレーを徹底しているようなチームが行うようなものをこのパリ・サンジェルマンっていうチームができてしまえば、まあ、攻撃のタレントは世界一ですから、どう考えてもね、特別な選手が多いですから、
レアルマドリードの、まあ、ブロックも崩せる可能性はあると思います。ただいくらメッシだったり、まあ、ネイマールがねもしかしたら出てくるっていう可能性もありますけれども、やっぱりね、個でどうにかできる時代は、まあ、過ぎてはないんですけど、まあ限界があるので、いくらメッシだったりねエンバペがいたとしても、それを止めてしまう選手だったり対応してくる選手も当然世界のトップオブトップなわけですから、やっぱりある程度ねチームとしてこのレアルマドリードの選手たちを後ろ向きにさせるような守備、まあ、カウンターを基本的に軸に狙ってくるとは思うんですけれども、パリサンジェルマンはね。ただレアルマドリードはどちらかといえばスペースを与えないので、今のレアルマドリードは相手の、攻撃だったりに対してこう裏のスペースだったりとか与えなかったりとか、ちょっと構える形が多いので、今シーズンのレアルマドリードはそこをね、パリがどう崩すか、まずここが注目ポイントかなと。で、もし、3トップがディマリア、エンバペ、メッシになると、多分442に可変すると思うんですね。で、メッシとエンバペが前残りのような形になるか、まあ、もしかしたらそのまま433で、まあ、ディマリア、まあ、エンバペでアクションを起こすけどメッシは起こしてないよみたいな状況になるか、多分どっちかだと思うんですよ。で、まあ、メッシは守備への貢献はまず、まあ、計算できないと。でエンバペも、まあ、大きくこう、計算はできない、まあ、ただ、まあ、するのはする。なんでこうボールを持って押し込んだ状況になった時に、まあ、背後のスペースがあるんで、そうなると、まあ、彼らの特徴っていうのは出るんでいいんですけど、まあ、レアルがそこまで丁寧にボールをつなぎながらビルドアップしてくるかって言われたら、結構シンプルに背後だったりとかビニシウスのスピードだったりとか幅を使った攻撃って結構シンプルに使ってくるんで、こう中盤の方でボールを引っ掛けたりする、するシーンというのがあまりないんじゃないかなと思うので、やっぱりねもうパリが一番得意としてるカウンターではなくって、どちらかといえばボールを持った中での崩し、多分ここがパリが、ベスト8に進むか進まないかの大きな多分ポイントになると思うんで、まあ、ここはね皆さんも非常にちょっと注目して見てもらえたらなと思います。まあ、パリは本当にそこだと思います。まあ、スペースさえ与えてしまったらこの選手たちは得点取れてしまうので、じゃスペースを埋められた状況でどう崩すか、まあ、これが、まあ、パリの選手たちの、レアルマドリードを下す、まあ、大きなポイントになるという形ですね。あとはそうですね、まあ、ワイナルジムがもし起用されれば、まあ、ボックスとボックスで仕事できる選手なので、まあ、ゲイエに持ってない特徴を持ってる選手なので、まあ、ちゃんとこう幅を取ったりするハキミニが、まあ、クロスを上げるタイミングで、まあ、ボックスの外から、まあ、侵入してきて、まあ、頭でヘディングして決めるとか、まあ、リバプール時代にあったようなことが、まあ、できる可能性もあるので、まあ、ゲイエも、まあ、できなくはないですけど、どちらかといったらこうある程度残って、カバーだったりとか、リスクケアみたいなことをする選手なの でベラッティもどちらかといったらそうですから、うん、やっぱある程度中へ侵入する選手っていうのもね、やっぱ必要になるんで、まあ、そこはまあ注目して見ていけたらなと思います。あとはまあポチェッティーノのね、采配の部分ですね。では、アウェーのレアルマドリードの方ですけれども、まあ、今シーズンはまあ非常に調子がいいという中で、このパリ・サンジェルマン戦を迎えます。前回対戦の時は負けてるのかな、2試合合計で負けてたかなと思うんですけれども、ビジャレアル戦後の、パリ・サンジェルマン戦になるので、まあ、そのビジャレアル戦は、まあ、ベイルだったり、まあ、ヨビッチだったりとか、まあ、このパリ戦を、見据えた、まあ、選手起用っていうのをしてましたから、まあ、明確に多分ある程度コンディション、いい状態で多分このパルクデフランスに乗り込みたいと、まあ、準備はできていると、多分そういう状況だと思うんですね。ただやっぱりそのレアルマドリード、まあ、今シーズン非常に調子がいいと言ってもやっぱ構える形が多い中で、こう逆にこうハイプレスだったりとか前から奪いに行くっていう守備を、シーズン通して行っていないので、例えばまあパリが先制点ましてや2点目を取ってしまうような形になって、まあ、前から守備を積極的にかけなければいけない状態になったりすると、その連動の部分で、まあ、普段やっていないことをまあ急にやるっていう状況になるので、まあ、その小さな
まあ、寄せの遅さとかで、まあ、疲れるスペースだったりとか、カウンターっていうのを打たれる可能性もあるんで、まあ、そこは、まあ、もし失点してしまったらの話ですけど、まあ、ちょっとレアルは先制点奪われるとちょっときつくなる可能性はあるかなと。ただやっぱ構える形を、今シーズン取ってますけど非常に硬いです。ソリッドですし、であれだけトップレベルの選手たちがブロックを組んでるわけですから、まあ、当然ね、まあ、技術だったりとか、まあ、そういう足元の部分に目が行きがちですけれども、やっぱカゼミロ、モドリッチを中心に、ある程度中盤でも、相手にボールを相手にスペースを与えないだったりとか、まあ、流動的にボールを回させない、縦パスを通させない、ちゃんとコースを消してるっていうことが、まあ、チームとして行えてはいるので、本当にね今だからそこはね、まあ、非常に、好印象を持ってるし、普段通りのレアルマドリードの戦いの中でカウンターでパリから先制点を取れれば、多分マドリーとしてはまあ一番いい流れ。ただ先制点を取られると、パリもボールを持てるチームではありますから、その辺はちょっとこう多分、ね、先制点がね本当に大きく、まあ、影響するかなと思います。あとは、まあ、もしこのメッシ、エンバペ、まあ、ディマリア もしくはまあネイマールがもし出てきたらですけれども、この3トップをどう止めるか、まあ、レアルマドリードはもともとね、まあ、ルイス・スアレス、ネイマール、メッシの MSN トリオをねもともと退治してましたし、まあ、それからタレントは変わってるんで、まあ、当然ね、歴史も変われば選手も変わるわけなんで、まあ、いろいろ変わりますけれども、メンディ、アラバ、ミリトン、まあ右サイドバック、まあ、カルバハルという形になった時にこの3トップを止められるか。あのね、僕はですよ、僕はスペースを与えてしまうとやられると思ってます。ただボールを持った状況で対峙するとか、ちゃんとスペース後ろにカバーがいるとか、ラインがちゃんと揃ってるっていう状況の中でだったらマドリーが勝つと思ってるんで、その守備の部分でね、まあ、正直メンディとかアラバとかミリトンって、まあ、対人能力非常に強いしスピードもあるし、でメンディなんて左サイドバックで本当にこうレアルマドリードに来て、まあ、初めてプレーを見たんですけど、こんないい選手いたんかってもう初めて見た時もめっちゃ思いましたから、フィジカル的にも整ってていいものを持ってて、プラスサッカー的なセンスも非常に高いと、まあ、ポジショナルプレーもまあほぼミスらない、でその上、まあ、クロスの精度も高くって、ボックスへの侵入する動きだったりとか球際の部分も強いし、メンタル的にもまあすごく落ち着いていて、なんていうのかな、まあ、静かなる炎を燃やして戦う選手というかね。だからその左に立つと、まあ、メッシと対峙することになると思うし、って言ってもまあメッシは結構内側に入ってきたりね、まあ、降りたりするんで、まあ、基本対峙するっていうのはもしかしたらないかもしれないけど、まあ、ハキミとメンディだったら多分メンディの方が多分攻守の部分でいいんで、マドリーの方がどちらかといったらこう材料は多いと僕的には思ってるって感じですね。あとはもうね、先ほども言いましたけどベンゼマ、ここがどういう状況でこの試合に臨めるか、まあ、起用できるのか、ヨビッチになると正直厳しいんで、まあ、ベンゼマ出れる出れないは相当でかいですから、まあ、そこをね、注目して、このねパリ・サンジェルマンとレアル・マドリードのね試合を見ていただけたらなと思います。まあ、非常にざっくりとね、まあ、話しながら、まあ、起用される選手、そして彼らの特徴だったりとか、欠点だったりとかを、まあ、捉えながら組みながら、まあ、どういうフットボールが行われるんじゃないかなっていうのを、まあ、ざっくりとね、考えて考察させていただいたんですけれども、皆さんが思う勝敗予想っていうのをね、教えていただけると嬉しいので、ぜひコメント、お待ちしております。今回のねこの試合の、勝ち負けでもいいですし、まあ、2試合合計で、まあ、こっちが勝つんじゃないかなとか、まあ、シンプルにこっちが勝つと思いますとか、そういった形の、コメントもお待ちしております。ちなみに、まあ、僕はもう今発表しておきますけど、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリード、僕は勝ち進むのはレアル・マドリードだと思っています。それはチームとして崩しの形を持っているからと、押し込んだ中での崩しを、パリよりも今持ってるからという感じですね。まあ、好材料が多いことです。
ということで、今回パリ・サンジェルマン対レアル・マドリードの、チャンピオンズリーグベスト16、こちらの試合前の、考察プレビューを、させていただきました。ぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。